2015年4月17日に開設された韓国のウィキサイト。同年4月11日付のリグベーダウィキのデータベースを基盤に開設された。ナムは木の意味である。開設後、既存のリグベーダウィキのユーザー層を中心に人気を呼び、急成長した。現在、朝鮮語のウィキサイトでは、朝鮮語版ウィキペディアを凌駕する規模と人気度を誇っている。朝鮮語のウィキサイトでは、 毎日の編集頻度は1位、項目数は2位、利用率には大韓民国のサイトのうち12位を占めている。2021年10月現在、総ページ数は約280万件。本文の数は約76万件で、そのうちリダイレクト数は31プラスマイナス2%である。これを除く準記事数は推定して約52万に及ぶ。 ドキュメントは基本的にはクリエイティブコモンズ表示から非営り、同一条件巨額2.0大韓民国のライセンスで提供されるが記事に挿入された画像は別途のライセンスで配布することができる。ミラーサイトはナムウィキミラー、ムナキウィ、ナムモエミラーがあった。ナムウィキの前身は機動戦士 V ガンダムに登場する架空の兵器に ちなんだ名称のファンサイトのエンジェルハイローに設置されたエンジェルハイローウィキである。エンジェルハイローウィキは2007年3月1日に設立されアニメ、漫画、インターネット心臓語などに特化されていた。記事内で冗談を使う特有の除術方法で人気を集め様々なマニア層が持続して記事を書きながら規模が大きくなった。2012年リグベーダーウィキに名称を変えた。 しかし、リグベーダーウィキのオペレーターがサイトを私有化するという議論のため、サイトの運営が不可能になると、このウィキをフォークした代替サイトの一つとして開始されており、リグベーダーウィキの記事の90%ほどをバックアップした独立したサイトで構成された。リグベーダーウィキの私有化の議論の後、リグベーダーウィキのユーザーのほとんどは、ナムウィキ、またはリブレウィキなどに分化された。 ありがとうございます。